ポチッと発明ピカチンキットはオルム新鋭動画共同制作による日本のテレビアニメ作品2018年1月6日から2020年3月28日までテレビ東京系列にてアニメパート実写パートのコンプレックス番組として放送された全身番組ピカッと解決ピカチンハンターについても本校で解説する バンダイから発売されている同名のプラモデルシリーズと連動したテレビ番組。前半はアニメ、後半はバラエティ番組ピカチンズが放送される。アニメ内には実際に発売されるピカチンキットとほぼ同様のものが登場する。ある日、小学5年生の炎症エイジのもとに謎の本が届く。この本ピカチン大百科は 持ち主のちょっとした欲望を読み取って、それを叶える不思議なプラモデル、ピカチンキットを生み出し、未来のアマゾンを通じて自宅に届けてくれる不思議なカタログだった。エイジは様々なピカチンキットをポチって組み立てるが、そのキットには必ず最後の1%の部品が欠けていて、そのままでは完成しない。彼は持ち前のピラメキの才能を駆使して、日常生活の中から、 欠けている1%の代わりになる何かを見つけ出していく。ヨーロッパ企画のメンバーが扮するおバカ発明集団ピカチンズの面々がアニメで取り上げられたピカチンキットを使って様々なゲームや無茶ぶりに挑戦する。DVD 版ではアニメパートのエンディング次回予告が終わった後。玩具ピカチンキット例に振りかけメーカーは2018年1月27日の 放送後に amazon.co.jp のホビーカテゴリーで7位まで上昇した。翌日には5位に上昇し、その後1週間にわたりトップ10入りした。これほど長期間にわたりトップ10入りするのはアニメの玩具では異例とされる。本作品にはピラメキやピラメータというワードが登場するが、過去に同じテレビ東京系で放送していたピラメキイノとは 無関係である。ピカチンワールドから来た動物型ロボット。ポチロージェットウルフシリーズポチロウとジェットウルフの姿に似たポチロウという名称の犬と狼のピカチンロボ。その他、運転免許証やクレジットカードなどもゴールドとなっている。ダークシリーズパチシリーズ最終話にて登場した偽物のロボット。実写バラエティパートの登場人物。 実写パート週替わり出演の女性助手は、格アリスト参照。しかし、8月4日の放送を最後に、何の告知もなく、姿を消してしまった。8月11日以降は、女性助手がひなのちゃんに固定されている。スタッフは、助手の助手扱い。エピソードリスト内のアニメパートのサブタイトルは2本立ての、場合に限り、上段が1話目、下段が2話目となっている。ピカット。 解決ピカチンハンターは2017年10月7日から12月23日までテレビ東京系列にて土曜9時30分10時より放送されていたバラエティ番組 BS ジャパンを除くテレビ東京系における子供向けバラエティ番組は2009年4月から2015年9月にかけて放送したピラメキーの以来2年振りとなるピカッと 解決ピカチンハンターに関するカテゴリ爆笑発明ピカチンキットに関するカテゴリピカチンキットポチッとパズルに関するカテゴリピカチンキットゲームでピラメキ大作戦に関するカテゴリありがとうございます。